ですね、これは本当に。28日にデビューしてもその瞬間に自粛期間が入ってしまって、もともと7月1日に私たち日本わちゃちゃっていう名前に改名したんですよ。はいはい、最初日本のウイルスっていう名前でデビューしまして一番赤いや今絶対飲むよ、ね、だいぶ前から決まってたのにこんなちょっと重なってしまって、はい、どこにも呼んでもらえないという、はい、事態になりまして、はいはい、仕事できないよって言われて1週間ですぐ、はいはい、活動ができなくなりました。お題だけ知ってほしくないんですけども、うん、何でしょう、もともと日本のウイルスっていうグループははるか昔からつけてたんです。そうですね、なるほど、コロナが流行る前から、うん、はい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 、でウイルスっていうのつけて、うん、コロナが流行って、うん、はい、なんでちょっと名前変えさせてもらった。そうなんです、マネージャーさん、マネージャーちゃうね、プロデューサープロデューサーさんプロデューサーやね、プロデューサーさん、はい、できるだけアイドルの声が聞きたいです。ネタバレやめて。いや違う、もう前もすごいから、あなたがワンショットになってしまうんです。おじさんがいらないんです、ワンショットは誰もおじさん見たくないからプロデューサーよりめちゃくちゃ